芝良太郎記念館は、大阪府東大阪市下坂にある作家、芝良太郎の業績を伝えるために、自宅敷地に設立された大阪府の登録博物館。運営は、公益財団法人、芝良太郎記念財団。6万冊に及ぶ多くの蔵書、資料、執筆に使用した書斎が晩年に使用した時のまま、残されており、書斎は、庭から見学することができる。 その庭は、芝良太郎が好んだ雑木林をイメージしたものである。記念館解説にあたり新たに設けられた安藤忠夫の設計による展示室には、蔵書のうち約2万冊、及び多数の辞書が高さ11メートルの書家に収められている。他にも、直筆原稿、自筆の絵、色紙、加えてメガネ、万年筆、バンダナなどの身の回り品も展示されている。 他に、ホールがあり NHK の映像を編集したものを上映している。思考は、ゼニタ・カクミが担当した。管理、運営する、芝良太郎記念財団は1996年11月1日に設立された。なお、偶然ではあるが、展示室の建物奥のコンクリートの天井には、作品にもなった、坂本龍馬の肖像を思わせるシミが浮き出ている。 ラジオ大阪、川口技研プレゼンツ、芝良太郎短編傑作戦では、記念館のラジオ CM が流れている。入場料、大人500円、高校生、中学生300円、小学生200円休館日、月曜備以校館内では芝作品の販売も行っている。近鉄屋の里駅南に、徒歩約8分。河内小阪駅からは、徒歩約12分。 大阪府立伏せ高等学校近くの住宅街の中にある。途中の中、小坂公園には21世紀に生きる君たちへの文学費が設置されている。ありがとうございます。